英州は中国にかつて存在した州。上古の中国の九州の一つに数えられている。具体的な区域については、自我では西であるとしており、現在の山東省周辺にあたる地域を指していたと思われる。一方で、諸教提言中では、西州から海を渡った区域を西から分割して英州としたとしており、三島半島から渤海を渡った両島半島、 すなわち現在の遼寧省にあたる地域のこととしている。五冠末の両党で軍閥の高村氏が拡挙すると、渤海を渡って三島半島の一部をも半島に収め、ここに永州市氏,氏を置いた。しかし、五冠の派遣した将軍長領によって永州は打ち破られた。東本陳はこの時長領に打ち破られたとする、隆起なる人物が永州市氏だったのではないかと推測している。 南北朝時代に北義が北円を滅ぼすと444年北円医療に英州を設置周知を流上圏とした随代が成立すると当初は下部に一軍一県を設置した607年修正廃止に伴い英州は柳城軍と解消され下部に一県を管轄した随代の行政区分に関しては下表を参照東大でも栄州は 軍レベルの地方行政区分として存続し、北辺の防備の要所として都督府が設置され、719年には平路節土氏が置かれた。北方民族と接していたため軍事的な対立の場となり、吉丹や京に占領されては、奪還を繰り返していたが、761年に京に占領された後は奪還することができず、英州は現在の昭和事務県周辺に交代した。 しかし五代十国時代の高等の同行年間に吉丹に占領された。その後1142年に金朝が占領すると英州は廃止となりその管轄地域は平州に統合された。ありがとうございます。